シャドーバース。堕落をむさぶる覚悟を決めろ。美徳は背徳、偽りを味わえ。こんちゃん、今日はまたこのね、覆面の闘士シャランゼアを使ったデッキを使っていくんやけども、まあ今回自然軸に、寄せると、ただゼウスとかは入ってないと、進化はちょっとね、あのヤブンハールとフニカロ入れる枠がないんで、まあゼウスの進化はちょっと無理かなという感じで、まあ自然軸のガチデッキということを今回やっていくんやけども、まあ結構デッキを見る感じね、結構綺麗な形をしているというか、まあ自然軸で、まあゼウスが入ってないんやけど、かなりこう火力のパワーというかね、火力もすごい高いし、破滅のサキパスも3枚入ってて、でやっぱこの態度の魔人を入れることがね、まあこの覆面の闘士シャランゼアとのシナジーがいいと思ってて、まあデッキから加えたカード2枚以上っていうのが態度の魔人を出すことによって、もう5コスでも4号疾走として普通にまあ復讐状態関係なく疾走を持たせるということで、まあかなりこう使い勝手がね、よろしくなると。でナイトレイドヴァンパイアに関しても、まあ決勝でまあカード2枚にすることもできるんやけど、ナテラのタージがあることによって、まあ全体に2点のダメージを与えるという動きもすることができるので、まあ非常にこう持久性も強いし、疾走カードもちゃんと入ってるし、回復のソースもあるし、まあ態度の魔人を使いながら、まあ相手のライフに4点ね与えたり、かなりドローソースのカードが多いから、いろんなものが噛み合ってね、結構強いと思うんで、今日はこちらのデッキでね、対戦相手をねなぎ倒していきたいなと。はい、勝ちました。いやー、今日めっちゃ寒いな。これなんかもう東京今日めっちゃ寒くてね、もうなんか震えそうで、もう手がね凍りそうなぐらい今寒くてやばいんやけども、まあ、とりあえず3枚入れ替えていくか。かすかな問い。いや、しかもロイヤルにクドラク引いた時のこの安定感というものは、私がヨハネちゃんを愛しているという2文字の中では収まりきらない範囲に過ぎないからね。ちょっと何言ってるかしわからんな。さあ、レビオンシスターズを展開していくと。甘いね。ここはじゃあ、レラジュでドロソー。あー、まあ、ひがめしの強いね。まずは1点目。ぐっはっは。まあ結構私ヴァンパイアのデッキ紹介してるから、まあクドラク作ろうかなって結構みんな思ってくださってるとは思うんやけども、作戦開始だ。誘導開始する。甘えるな、タコスケが。おー、いいね。シャランゼア引いたことによって、こうナテラでもねドローソースになるからね、結構この自然軸のシャランゼアってあんま見ないけどね、タイドの魔人も毎ターン2枚ドローできるわけやから、結構このなんやろ、デッキから手札に加えたカードってもっと強化されていったら結構面白いデッキが完成しそうやと思うよね。結構バンプってドローソース多いから、力それさえあれば甘えるなよタコスケが。かすかな世界が始まりの証、まずは1点目。ナテラの退場、まずは2点目。まあここはあえてユリウスを処理するか、まあどちらにせよこいつ進化することは多分ないと思うんで、まあどちらにせよね、クドラクで次のターン取れるから絶対これ進化はないと思うよね。他のカード進化で上から取ると、いや顔進化 100% ないからね。まあこれは私のまあシャドーバースのまあ長年のまあ勘やね。これに進化を使うっていうのはね、なかなか見ないというかね、要は相手からしてもこれクドラク次進化使われるっていうのがあまり嬉しくない動きやから、こう相手のことを考える、やっぱシャドーバースっていうのは相手のことを考える、それに徹するべきやと思うよね。相手の動きというものはいかにこう動いていくのかっていうのを自分の頭の中で計算していくと。おっと、お呼びですかい、お呼びですかい。だがさすがにマイム進化しないと思うけどね。ああ、まあそうやね。まあそれが世界の断りというものよ。そんなもんで終わりかよ。終わりなんだよな。絶えず滴る。自傷ダメージで1点が結構痛いな。まずは1点目。まあクドラクになりそうやけども、アザゼルあたりが欲しいね。できればかすかな世界が始まりの証、あい、ギャッ。まずは1点目。ただクドラクも、まあブラッドコアとかも欲しいな。ブラッドコアかアザゼルかどっちか欲しいね。帯同で次のターン、まあ、3点回できるから6ターン目をどう動くかっていうのがすごい重要な動きではあるけども、さあレビオンシスターズ、ワンチャン突進が来そうな感じはするけども、バリバリいらっしゃいますよ。アンズルナ、わしがいる。小賢しいなこいつ。無料進化で3人処理する感じか。
だがまたクドラコを引けばね、相手の盤面取れるっていう、まあ、無限のループの中では変えることができない真実。おと、だがね、このナイトレイドヴァンパイアっていうものはナテラの退治があるならば相手のフォロワー全てに2点のダメージを与える。まあこれがね、まあ前回とまあ違うところやね。ナテラの退治があることによってその6ターン目でこうナイトレイドヴァンパイアを切るという動きができる。これがね、まあ自然軸。いや結構なんかそのまあ進化復讐ヴァンパイアって結構流行ってるやん。まあタイドの魔人とまあゼウスと会いたかったぜ、かわいこちゃん。まずは1点目だが進化使わないね。てか使った方が、あ、ありがたありがた進化使ってくるのありがたいな。これで進化権お互い1で、こっちタイドの、こっちタイドの魔人読めてないんか、初心者すぎるだろ。かすかな布石が世界の証。タイドの魔人が来たことによってこれでもう、シャランゼに関しては、もう5コスでもう疾走必殺持つことができると、この時点でね。泣けるぜしかもクドラクがあると、いやー面白いな。なんか破滅の先パスもなんか処理に使えそうやしね。とりあえずヘルス3以下のカードは全てね息がしないっていうのが、まあ、対バンプ戦のまあ動きになると。しかもこのカード処理するのかなりきついぞ相手。だからもうそういう小賢しいイソギンチャクみたいなカードを作らないでいい。ヘルス4にするなよ。はーい、おー、てか毎ターンシャランゼは疾走必殺持ってんの結構えぐいな。やってることはえぐいと思うよね。かすかな布石が世界の証。おい、そしてアザーゼロを切ると、ダラクを貪る覚悟を決めろ。あいだ美徳は背徳、広告を流せ。これで破滅の先パスが地獄の動きをすることができる。もうあの死後っていうのがね、ロイヤル返すのかなりきついからな。まあ全面清掃なりそうやね。アルベール団長 VS ヴァンパイアのこのなんか吸血鬼軍団。いやなんか手札すごいねこれ、吸血鬼軍団やん。なんか盤面がこう男がこう前線を張って、まあ女がこう高台からこう砲台で見てるみたいな、なんか戦争みたいな感じやね。だからそういう小賢しい磯巾着みたいなことするなって言ってんじゃん。うわ、しかもこいつ顔くる、なかなかやるじゃないか。響けマントラ、矛盾の彼方へ。9ターン目やから回復持つのか、面白いね。まあ芝で全然対応できそうやね。9ターン目は回復なんでね。まずは1点目、まずドローソースをちょっと見といて。あ、いいね。響けマントラ、矛盾の彼方へ、さあ行こう。さあリーサルというものがなくなって、さらにそのカードは消滅で消えていくと。甘えるなよ、そう簡単にこのデッキを落とせると思うのはお門違いなんだよ。まああとおすすめしたいのが、なんかゼウスって走れないことが多いやん。で結構復讐進化バンプで10ターン目ゼウスもあるんやけど、結構疾走持たなくて負けること多くて、違う卓で動くことも結構あるから、そこも今回ねこう面白いなと思うんやけども、シャランゼやっぱ4号疾走結構刺さると思うよね。まず処理をするのが必殺やから、こう上から取るっていうのが結構難しいっていうか。誰か優しいよ、優しくしてよー。まずだがそのカード、あのさ、さっきも言ったけどヘルス3以下のカードはイソギンチャクのザレ事に過ぎないって言ってんじゃん。まずは1点目、誰でもいいから優しくしてよ。ヘルス3以下のカードを並べるほど愚かな行為はないって言ってんじゃん。おほほほ、おお、まずは1点目。あー、生き返るわー。あー、まあとりあえずナテラから見るか、まあユリウスあたり引ければね、ブラッドカートのシナジーもアザで引いていくと。まあでもここは破滅の先パスでまあ一択やね。溺れて当然、狂って当然、ペン。そして盤面バフが鳴ると、ダッ。あれこれリーサル、いやリーサルじゃないか、なんかあれリーサ、悪夢プラス破滅でリーサルだった、ごめん、リーサルかこれ、あ、ごめんこれリーサルやったな、ごめん、そこまでちょっと計算できなかったわ。これでもあれやね、でもどちらにせよ次のターン終わりやね。いや、よく頑張った方やと思うよ。臆するな、私が守る。だが、ここで態度の魔人の効果が得られるので、これでリーサルになると。いやー結構手堅いよね、すごい面白いデッキやし、復讐なんかその自然軸の新しい形になりそうやね。はーい、勝ちました。ドラゴン戦でアザゼルを残すかやけど、ちょっといらないね。
まあドラゴン戦に関しては20点をキープしながら戦うっていうのがまあ普通にまあある考え方なんやけど、そのバイディが出てこなかった場合ってまあたまにあるから、そういった時はアザゼル刺さることがあるんやけどね。お、レラージュ引いていくのでかいね。まあインサニティでこれね、ナテラの退場7ターン目までにね、じゃあ6ターン目か、6ターン目までにまあ置いておくっていうのがこのデッキのまず一つの戦い方であると。背中のコブは天使の翼、カツ丼の態度止まりはしない。まああえて多分これ顔に来るんじゃないよ。ブラッドカーもでかいね。もうとにかく毎ターン10点回復とかできるから、まあ盤面来てくれた方がありがたいけどね。盤面来てくれればまあ悪夢の始まりの効果という、まあさすがに来ないか。まあ序盤のダメージというものも全て回収できるんだよ。堕落を貪る覚悟を決めろ。でももし相手が序盤にかなり詰めてくるんよであれば、12点とかまで詰めてくれたアザゼル切るのも、いやでもないか。じゃあ難しいよね、正直。ドラゴン戦に関しては。でも盤面をこう、あまりこう、並べられすぎるって、こう、放置してしまうと、それで負けてしまうパターンもあるから、まあアザゼルで2面処理するみたいなことを考えないといけない盤面も出てくるからね、結構4面展開とかされると、うめく!だが、しっかり取っていく。で、そういう動きするんやったら、まあアザゼルは切る必要性はなくなったと。まずは、1点目。まずは2点目、活動の態度止まりはしない。まあこのカードを展開することによって相手がフォロワー絶対出すと思うんで、まあ1点のダメージをね与えることができる、まあエンジェルスナイプみたいな感じで、まあバイディが出てくるんちゃうかな。でバイディをアザゼルでまあ処理に当てるという感じが、まあ私のまあ次の動きの予測なんやけど、それが成功するかどうか。バイディが来ればアザゼルやね。影と人はそこにあるもの。ね、ポイントなのがアザゼルに進化を切らないっていうことやね。しからアザゼル、あのユリスで回復もしてるわけやしね。あいにく加減はできないんでな。だが私は貴様が考える全てのことを計算し尽くしているんだよ。堕落をむさぶる覚悟を決めろ。あいだ。まあ、あの帯同とかね、どんどん使いながら、破滅とか使いながら、いや結構持久力あるからね。まあ、1500m 走をウサインボルトを超えたみたいな、そんな悠長なカードで私を倒せると思うんじゃないよ、タコまんじゅうが。まずは1点目、ティラノサウルスで処理していく。相変わらずナテラの体重、いやでもな、その5点6点とかになってくると、こうユリアザゼル切らないといけないっていうのもあるんよね。いやほんまにこのナテラのデッキほんま小賢しいわ。まだ3点やからまあいいんやけど、さあナイトレイドバンパー引いていく。大嫌いよ、大好き。まずは1点目、まあ進化使わないね。まあ7、8は結構魅力的であるけど、どうせ取られるからね。ナテラの退場まずは1点目、ナテラの退場まずは2点目、これ5点やね。さあモーカのティラノサウルスで処理を、あー進化使うつもりかこれ。まあどちらにせよ、いやーしかもとかダメージえぐすぎだろ。お、シャランゼは引いていく。まあさすがにここは態度の魔人一択やね。まーずは1点目、まあブラッドコアもあるんで、なんとか毎ターンね回復を当てながら耐えていくと。めっちゃナテラの退治回してくんな、ほんまにほんまに小賢しいな。でもやそんだけまあナテラ回すんやったら、もうアザゼル切るしかないなこれ。まあ2枚ドローできるし、まあレラージュもあるんで、まあ多分引けると思うんやけども、極眼竜の方向に狂えるがいい。だからまだブラッドコアあるんで、全然耐えれるは耐えれるね。こいつめっちゃナテラ回すやん。何点くらいのか張ってくらい行くんじゃんこれ。うわ大好きよ、大嫌いよ。まずは1点目、儀式プライムの中にありますわ。でここはブラッドコアを切るしかないんで、ブラッドコアを発動していくと。打点の力よ。だが私のブラッドコアがあれば、なかなかリーサル剣内を決めることは厳しいからね。そして儀式はとはそのものなんだ。さらにもう1枚のブラッドコアで次のターンをしのぐんだ。で16点はなかなか決められないの。ジェネシスがあればリーサルって感じやね。まあ毎回言ってるけども、本当にバイディに関してはね、その上限設けるべきやと思うんやけどね。さすがに8点とか食らうのは頭おかしいっていうか、コントロール型のヴァンパイアぐらいしか勝ち筋がないっていうか。いやーえぐい、覚悟はいいか、いやいいいいいい、それ1枚になったら負けじゃん。
ちょ、マジでおもんないな、これ。一旦に16食らうってこと。これはひどい。この感、いや、なんか、まあ、一戦目、まあ、から決まったけど、やっぱドラゴンほんましょうもないな。毎回同じこと言ってるかもしれんけど、本当に上限設けてほしいわ。ほんまに1ターンに16点食らうって、なんかリントウルムが守護貫通で、まあ、あれは結構そのない、なんかその10点に疾走を持つのは難しかったから、まあ何も言われてなかったけども、16点顔いくってさすがにやばすぎだろ、これ。さすがになんか、ちょっと考えた方がいいかなと思うけどね。